用意すると。ああ、なるほどね。ああ、おえ、お前ちゃんとアスレじゃん、お前。え、お前一人で作ったの？お、アスレだ、お前。え、はい、クリスタルサポートをお願いします。はい、大文字で ANAI、ANAI でお願いします。これやるとね、女の子にモテますし、4秒以内に打ったらスイッチで4万 FPS 出ます。うるさい、マジでうるさい、お前の声が。ちょっと待って、うるさいから待って。マイクの感度よ、お前。びっくりするわ、お前、この野郎。ごめんなさい。あ、謝るスピードが速いね。まあ、全然許すけどさ。アスレチック作ったのクリエイティブで、うん、え、作れるんだっけそもそも。うん、作った。すごいのできたって感じ。いや、じゃあ見るけど、え、例えるのであればネバティ君とかさ、あいつらなんかザフザフ、なんかそこら辺にいるゴキブリみたいなの。ネバティ君がうん、ザフザフ。まあ一応謝っとこう。これ動画化するかもだしさ。ごめんなさい。うん、いいよ。許すよ。じゃあ、踊りトラ君は何どんな感じ？変態クソ人間。じゃあそれは謝んなくていいわ多分。踊りとなくナメコのこと好きだしね。うちのさ最近さ最近ちょろ絶対嘘。ガチどこヒカキン偽物っていうやつ。いや偽物じゃねえかお前。じゃあいやどうか分かりやすく偽物だろお前。でお前俺にも喋らせろお前。これに入ればいいのね。最近すごいコメントとかさ DM とかで本当に下ネタがひどいのでチャンネル登録解除しましたとかすごい言われるからさお前。いやまあ全然いいや。もうなんか俺のチャンネルでそういうのが嫌だったら解除してくれ。すまねえ。さあここでいいよね。いや欲だったら教えてくれ。欲だったら細かい修正が必要なんだ。まあこれは職人さんのねこだわりを感じるな。クリエイティブ職人。えできました。細かい調整終わりましたか？うん終わった。オッケーいきます。アスレチックレッツゴー。どこスタートなの？ここスタート。なるほどな。うん、ここスタート。アスレチックとして成り立ってるじゃねえかお前。もっとやばいやつ出てくると思ったけど。え、これもうやっていいの？アスレチック。いいよ。ちょっと待って。ダメなの？ダメなんだ。あ、こうやっていけってことね。あ、本当になんか俺が間違えたのかなと思ったレベルでなんかちょっと考えちゃった。あれこれどういうことだみたいな。え、これでも連続ジャンプしてもあれジャンプ力落ちないようになってる。そもそもなってんじゃない？はい、ということでやって早く。行きます。発信あれ？弱いし。どんだけ。欠陥品すぎるだろお前。ちょっとあと15秒待たんとあかんのこれ。え？お母さんに怒られとるやろ絶対今。さっきの叫びすぎた件で。一回ちょっとじゃあ帰ってくるまで休憩。えハブ戻ったって急に親振られやろお前。聞こえてんのか？喋ってたのに僕ずっと喋ってねえよ。喋ってたってことは死なやがって。いや死なないし。あ、なにはいあ、もうあ違うやつ先ほどと。うん違う。え、正直さっきより上今回の作品は多分自信はない。お、いいですか？細かい調整 OK？ いやまあこだわりありますから。うちのなめちゃんはねまあ職人気質なのでねこだわりありますから。早いやっぱ仕事が早い。よし行きましょう。アリケンのチャンネル面白い。何これ動画的にこっち入ってね。ゲームオーバーはアリケンのチャンネル面白い。動画的にこっち入ってね。動画的にはこっちってこと？そう動画的にこっち。あ、なめこが作ってきたのね。うん。ガキがでもアリキンのチャンネル面白くないからどうすればいい？まあ面白くないけど入っか。面白くないけど入ら。用意スタート。何をスタートすればいいの？用意スタート。ああ、なるほどね。ああ、お、お前、ちゃんと忘れじゃん、お前。お前、一人で作ったの？お、忘れだ、お前。忘れだ、お前。まあ。用意スタートね。この後がすごい。何したのお前なんか言った今。なんか言った？いや、何も言ってないです。あ、なんかこっちになんか。はい、来るぞ。何これ？すごいな、んだよ。で、多分こっちが正解ルートなんでしょ？こっち絶対違うから。で、こう行って。何してんだろうな、近寄らない方がいいよ。これどこなのこれ？ちょっと本格的に謎解き要素もあるってことな。あれ？何あそこ？入り口みたいな。そっちは違う。こっちは違うの？絶対違う。行かない方が死んじゃう。なんかあるぞ。正解ルートだ。正解ルートだ、これ多分。ちょっとだけ。ヒント、なめこよしの見る方向。真ん中じゃない？ここさっき、俺入ったけどね、でも。いや、立ってない。いいよ。いっせーので。お前も入れよ。いっせーので。もう見てんだよこっちはよ、もう一回。あと何ルートあんの？俺的にはここです。あ、違う。お前いいじゃねえかよ。お前そこいられたらもう俺なんもできねえじゃねえか。あれ、ナミちゃんまたどこ行ったよ、マイクが。もしもし。はい、聞こえたよ。あ、知らん、このクソイヤホンが。僕の5000円返す。ソニー訴えてやる。ソニーに？いや、俺が買ってあげるけどね。その変な。いや、住所教えろ。あ、言って。俺だから DM で教えてくれたら俺は送るよ。期末と同じ国。うわ、うざ。期末と一緒なの？期末のリラとも。マジ？衝撃事実。マジで？だから最近来ないのあいつ。そう。よくわかったじゃん。うざい。結構思い切り入って。そこが透けるっていうの分かったんだよね。よう作れたね、この透けるやつを。だって僕スケをパンツ見てるからいつも。関係ないよね、全く。エッチだな、お前は本当に。俺も見たいな、スケをパンツ。早く来いよ、お前。いけるのこれ。いけるよ。先僕のすごいからちょっと。あ、今落ちちゃった、最悪。この体温とかむずいんだよな。閉めて。どうしたんない？行き止まりですか？そういう仕様なんでね。そういう仕様なのこれ。じゃあ戻ります。どこなんだよ、本当はどこなんだよ。お前ゴールがねえのかこれ、もしかしてこんな時間をかけて作ったような要塞みたいな汗。お前まさかだよ。あ、そんなわけないよな。ちょっと待ってね、ゲーム終了して追加コンテンツ。追加じゃん。500円。課金制？500円が必要なの。いや、もう払います。こっち来いってお前。どこだよ。こっち横、左横。はい。ボンレの女パパパンダかっこいい。あんない臭い。やっと来れたようだね。集まるのに30分かかったよ。バカを期末村長にフォローされて生きんな。そう、期末フォローされてるからな、村長に。あんない臭いって何？ちなみに。ねえ。今までありがとう。ごめんなさい。そうそうそう。バカ落ちとかお前やめろ、本当に。悪口ばっかりじゃねえか、お前。パパまだかっこよくねえだろ。ボンレの女なんか、あいつ。あいつ、なんかまパクにマルコちゃん画像を送って。え？でも俺、確かにあいつの声聞いたことないけど、女なのかもしれん、ボンレの、実は。パパンダの声聞いちゃったんだよね。簡単バージョン。期末も聞きたい。今度喋ってもらうじゃん、一回。なんかロボットみたいな拡大から入れやった。え、多分こんな感じじゃない。ダメコ FC。設定を守ってくれる。いや、これもういっちゃっていいんすか、なめちゃん。いいですよ。いや、お前これ自分で作ったの、このアスレ。うん。えら。ねばい手伝ってもらった。え？ガチ？うん。だからこれ僕が作れると思ったん？うん。てか最初からなのね、ネバティ君が作った割にちょっと鬼畜設定すぎん？僕が作った。だよな、だよな。リスポンパッドがねえべや。本来であればこれ動画班全員でここに来る予定だったんだよね、この文字を見るに。やっと来れたようだね。集まるのにって書いてあったからね。いやー、そう、動画班全然来ない。え、むずっ。ね、これいけ、また最初からかよ、これ。これはね、コツがありますね、このギリギリの。あ、俺分かったかもしれん、これ。これでいい、これでいいわけだ。でも、いや、でも正攻法でクリアしてほしい。いや、そうなんだ。そこへの簡単バージョン、これ無理だもん。簡単バージョン無理。こっちしかいないもん。あ、そうなの。あ、ほんま。あ、そうなのね。簡単バージョンは騙しバージョン。なんだってね。あ、しかも。お前、重心なの。だからそっちから行けないこともないかもしれない、ワンちゃん。いや、行けねえ。このなんだ、どっから声出したんだよ、てめえ。豚みたいな笑い方すな、てめえ、お前。ムカつくな、ほんとに。ちょっとお前いける？じゃあ一回やってみてほしい。ほんまや、かっこよ。絶対ミスってギャーっていうパターンだと思った。違う、僕最初罠で引っかかって死のうかと思ったけど、うまくいけちゃったみたいな。あ、なるほどね、なるほどね。あ、もうなんか書いてある。パパパンダ様。え、お前パパパンダ信者？実は？え、あんなにいつもバカにしてんのにやらされてんの、パパパンダに。実はお前なんてやつだ。パパパンダすげえじゃねえか。じゃあパパパンダをいじめて可愛いところを見たい。そういうこと。パパパンダをいじめたいのね、本当は。え、これはなんか。ペンペンしたいの。ああ、お前愛だな、それは。え、なんだこれ。あるでしょ、ここに。あ、ほんまや。すごい乗る。え、どこ行くって、え、これ謎解きなの、これ。また。なんだ、これがヒント、。まあ、それ、楽しむっていうのがヒントね。楽しむのがヒント。どこだこれ、なんだ。ゴールなのかよ、お前。